そこも実は岡山で回りたかったと思いましたけど、終点倉敷市駅よりお乗り換えの列車をご案内いたします。急行サロンパ水島号大阪行き14時ちょうどの発車でございます。この旅行でございませんようご注意ください。急行サロンパ水島号の停車駅は岡山、上郡、姫路、終点大阪でございます。終点の大阪には17時53分の到着でございます。皆さん、倉敷駅では急行サロンパ水島号へのお乗り遅れございませんようご注意をお願いいたします。また倉敷駅でおきましては、皆様はマルケージョンをご提示の上車内に直接お越しください。倉敷駅での健康申告書の回収検温等は皆様はございません。車内まで直接お越しください。水島号の扉が開きます時刻は13時15分でございます。13時15分より車内でおくつろぎください。この列車は急行サロンパ水島リレー号倉敷市駅でございます。これ、ここゴミを小泉さんに探されたときに、今、電気の自転車の
してるホテル。でも俺もシャーが似てるしシャーねーと思ってるけど、
鉄って言われると一瞬いらんね、今日の旅鉄正しいです。何が一番間違えるのがのぞみさんの話。あんたうちのスタッフやけどやのぞみさんも楽勝だからダブルでやっちゃってね、デブって一緒に俺のぞみさんにデブって言われて、誰かと怒られるえ、でも俺も後輩にタメ口使われてるから結局そう継承してたんですよ。ウンタはどんどん継承してる。俺もタメ口で言われてて、その後輩さん、その後輩に前の年下のやつにタメ口でいいよってのは分かるけど、上の人にタメ口でいいですよね。なんで上に俺たちの中じゃないですか。コロナウイルスもあるって触らないでしょ。今接触したんで困るんですよ。俺コロナ濃厚で愛知やな。愛知ダメですね。GoTo 停止されたんだけど、どこへ精神病の予定3回として停止しようっていう。よくね、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 ゲキさんは岡崎でしょ。じゃあ映ってなかったの。確かに分からなくて、あれなの、あれが水島川の話なの。なんか俺もうちょっとちゃんと普通が来るのかなと思ったら、髪じゃねえ、粉すげえの脇に飛び出すんだけど。週間前でしょ。週間前でありえないんだ。中止にしますって来たの。それとも中止しました。こっちが何も言わなかったけど、何もなかったから。いや、まだでも良かったじゃないですか。あの広島じゃなかったから。広島なんかあったんですか。あの原爆資料館とかもう一席が広島の駐車は広島は本当に広島なんてないけど、台湾とかちょうど被っちゃった。佐野は一生懸命広めしないと思う。俺が広めに行きます。佐野ちょこちょこクラスター待ってる。だよね。佐野って割となんかホームパーティーでクラスターだろ。老人ホームでクラスターだろ。やべえ、ね。サービスエリアでトラブルし。サービスエリアもトラブってるし。割とアシュラムストライク。あれだけ人がいなくなるから。働けばいいじゃん。すごい。夜勤の経験がいい。会社叩いたらすぐ飛んでくるんじゃないですか。それは彼は煽り体制ないよ。確かに。
しかもあいつ1位だから許せないね。なんで女の子、なんで女4の男1って意味が分かってない。母さんも遊んでるよ。いや違うだろ。だって実際に投稿してたら写真を女の子知ってる感じで言ってたら一緒やん。あ、それはやばい。僕は出たんですよ。でかいでしょ。でかいでしょ。お前まだ11時だぞ。あえよ。だから。だから。あと取らないと JK のちょっとテンション。あ、朝からいいの見たな。日曜日で JK とかプレスとか分かる、ね、俺も休日なのに東横院の7階からずっと見てる。東横院だって、まあ、頑張って。日曜日の学校って何なんだろう。これはちょっと今日一緒になって一緒に行ってて行き帰りは制服じゃないから。椅子とかじゃない、分かんない。まあ、めちゃくちゃやろうとしたらグランピア岡山のバーがあるそこ行こうかなとか思ったりしたら俺も彼女できたらそうしようかな。私は先生に行って私は先生に行って経験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 に行って経
前までの
空港行きと最終福岡空港で戦いたし。シャンパン買うぞまた。